皆さんこんにちは、理学療法士の宮島優です。今回は質化物の評価治療ルーティンを紹介したいと思います。まずはじめに僕の簡単なプロフィールですが、これまで整形科クリニック、総合病院整形科クリニックと勤務してきました。13年目の理学療法士です。これまで学会発表させていただいたり、論文を書かせていただいたり、セミナーの講師をさせていただいたり、また分かりやすく伝えるっていうのをコンセプトにツイッターで情報発信をしております。今回は質化物ですね。質化物っていうのは膝の後ろになるんですけど、膝の後ろが痛いっていう風におっしゃる患者さんですね。すごくたくさんいるかって言われるとそうでもないんですけど、少なくはないですよね。結構な数の患者さん、膝の後ろが痛いんですっていう風におっしゃる方いらっしゃると思います。膝といえばやっぱり前方とか内側が痛いっていう人がやっぱり圧倒的に多いと思うんですけど、その次ぐらいにやっぱ後ろが痛いっていう人、また合併してるケースですね。内側も痛いし後ろも痛いんですみたいな形で、やっぱり結構多い症状なんじゃないかなとは思います。そういう方を担当した際にですね、まず何からやればいいんだろうみたいなことがわからないっていうことが僕新人の頃とかですねやっぱりありましたので、今回は膝の後ろが痛いですっていう風に患者さんがおっしゃった際に、まずどんな評価をすればいいのかで、この評価結果だったらこういう治療すればいいよねっていうようなものを簡単に紹介したいと思います。早速ですね、実技を交えながらちょっと紹介していきますので、この動画最後まで見ていただけますと、膝の後ろが痛いっていう風におっしゃった患者さんの評価治療自信持ってできるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。膝の後ろが痛いっていう風におっしゃった方にどういった評価をすればいいのかになるんですが、まずは皆さんやるとは思うんですけど、伸展可動域を測ってください。膝関節がこのようにこうやって曲がってしまってる、曲がってる状態でこう伸ばそうとすると膝の後ろが痛むかどうかっていうのは まず確認してください。膝の伸展可動域の評価としては、ちょっと今日は細かくは話せないんですけど、股関節外転にしたら楽になるかなとか、内転にしたらより突っ張っちゃうかなとか、調剤の状態と肺外の状態で比べたら可動域が変わるかななんていうのを簡単に見てもらって、もしやっぱり屈曲拘縮が起きてるっていうだったら、膝の伸展の可動域を出すっていう治療はまずやっていく必要があるかなと思います。その上でですね、それやった後どうするかっていうと、まずはやっぱり半月板の強化をしてください。半月板大体ですね、後ろを痛めることが多いです。なので半月板を痛めているとやっぱり膝の後ろが痛いっていう風におっしゃる方非常に多いので、まずは半月板による痛みはどうかっていうのを評価していく必要があります。半月板の評価としては、まずはですね、問診で膝をこうやって曲げたら痛いかっていうのを確認してください。半月板損傷の方とかはこうやって膝を曲げると膝の後ろが痛いっていう風におっしゃる方が非常に多いので、問診の中で例えばしゃがむと痛いんですっていう風におっしゃったりとか、そういうことを言ってたらちょっと怪しいなっていう風に感じてもらったり、あとはひねる動きですね、膝の回旋の動きが入ったりすると半月板って負荷がかかりますので、歩いてる時は大丈夫なんですけど、しゃがんだりとかひねったりすると痛いんですなんていう方とかはちょっと怪しかったりするので、この膝を曲げて痛いかひねると痛いかっていうのをまず確認してください。でその上で半月板の検査ですね、マックマレーテストっていうのがあります。マックマレーテストは膝関節を痛みのない範囲で最大限屈曲してください。もうそもそもこうやって曲げた時点で痛いっていう風におっしゃる人、やっぱり半月板損傷の人で多いので、その場合はもうそれで陽性でもいいかなって個人的には思ってます。で一応マックマレーテストのやり方としては、最大限屈曲して内側の半月板にストレスをかける場合は頸骨を外旋します。頸骨を外旋して、外側の場合は内旋しますね。このように回旋した状態のまま膝をこうやって伸ばしていく、この時にクリック音や痛みが出るかっていうのを見てください。で、これでもしですね、痛みが出たら半月板損傷っていうのが疑われます。で、もし先生の方で事前にやってたりして半月板損傷の診断がついてる場合はもうやる必要がないのでやらないようにしていただきたいんですけど、結構膝の OA とか室内症みたいな形でオーダーが出た人とかで、実はなんかダメージありそうだなみたいな人いたりするので、一応そういう人はやるようにしてください。で、必要に応じて半月板損傷がありそうだなと思った時はやっぱり先生に相談した方がいいと思います。ちょっとありそうですみたいな形で、やっぱり保存療法が効かない場合もありますので、ちょっとやってみて、あ、やっぱ効かなそうだなって時とか、やっぱり特にですね、まず先生に相談するっていうのをやってもらえればなと思います。その上でもし膝を曲げていたかった場合ですね、膝を曲げていたかった場合っていうのは2つやってみていただきたいことがあります。1つ目はこの頸骨の上の方を手前の方にこうやって引っ張ってもらって、引っ張った状態でもう1回曲げたら痛みが楽になるか
かっていうのを見てください。これはいわゆる膝関節のロールバックっていうような動きを出す誘導になりますので、ロールバックをすれば楽になるのか、あとは頸骨の内旋ですね、頸骨内旋しながら曲げたら楽になるかっていうのも一緒に見るとですね、まあ、それで楽になるっていうだったら、じゃあロールバックを出すように膝を曲げようとか、頸骨内旋出すように誘導しながら膝を曲げようみたいなのがそのまま治療になりますので、もし膝を曲げて膝下物が出るっていうふうになった場合は、頸骨を手前に引っ張ってきて曲げるっていうのと、内旋しながら曲げるっていう、この2つをちょっとぜひやってみてください。じゃあですね、もしなんか半月板損傷じゃなさそうだなっていうケースですね、マクマレテストとか大丈夫そうだなっていうケースで膝裏が痛い場合は、やっぱり筋肉の痛みを疑っていきます。じゃあどういった痛みが考えられるかっていうのをちょっと説明します。こちらのスライド見てください。まずですね、膝の内側が痛いか外側が痛いかっていうのを確認していただきたいんですね。で、内側が痛いっていう風になった場合は、今こうスライドに出している通り、半膜腰筋と腓腹筋内側頭が考えられます。で、この2つの筋肉は結構補正結合組織でつながってるっていう風に言われてて、ここの間で痛みが出る方が非常に多いです。この半膜腰筋と腓腹筋内側頭の間に滑液包もありますし、腓腹筋内側頭と骨の間にも滑液包っていうのが存在しますので、そこが結構こう硬くなったりとか滑走不全が出て痛みが生じるっていう方が結構多いです。なので内側が痛いっていう風になった場合は、この腓腹筋内側頭と半膜腰筋っていうのを疑っていただけるといいと思います。続いて外側の方ですね、こちらのスライド見てください。外側の後ろが痛かったっていう場合は、抗外側支持機構って言われる組織の痛みが考えられます。これはですね、膝下部の靭帯ってめちゃめちゃいろいろあるじゃないですか。もう名前とか覚えらんないと思うんですけど、まあ大体ですね、膝下部の靭帯のまあ外側の方だから、腓骨とかから付着するまあ靭帯とか関節包とかですね、そういった組織たちがまあそういうのに関わってるっていう風な感じで覚えてもらえればいいかなと思います。それとプラスあと膝下筋ですねと外側側副靭帯なんかを合わせて、まあ抗外側の支持機構っていう風に言ったりします。ここが痛みを出てるっていう方結構多いです。このスライドにも書いてあるんですけど、この抗外側支持機構っていうのは頸骨の外旋を止める組織なんですね。これちょっとややこしいんですけど、どうしても外側にあると頸骨の内旋を止めそうなイメージがあると思うんですけど、この抗外側支持機構は頸骨の外側の後ろに存在して、頸骨の外側が後ろに来るのを逆にこう止めてるみたいなイメージですかね。なんで頸骨の外旋をすると結構こう痛めやすい組織っていう風に言われています。こういった組織たち、じゃあどうやって治療すればいいかっていうと、頸骨を内旋していくっていう必要があるんですね。頸骨を内旋させることで、この抗外側支持機構の負担っていうのを減らせることができますので、外側の後ろが痛いっていう風になって、この辺を押して特に痛いですみたいな風になったら、まあ、まず治療の第一選択としては頸骨の内旋を促すっていうのはものすごく大事になってきますので、まあ、その辺も抑えていただければなと思います。実際にここの膝の後ろの筋肉たちの治療っていうのを簡単にちょっと紹介したいと思います。まずですね、半膜腰筋なんですけど、半膜腰筋は半腱腰筋の奥の方にありますんで、まず半腱腰筋を触ってください。半腱腰筋は膝ちょっと曲げるように力入れてもらっていいですかっていう風にすると、腱が浮き上がります。この浮き上がった腱をちょっとこう横に裂ければこうありますんで、はい、じゃあ戻してください。じゃあこの辺にあるんだなーなんていうのを感じてもらえればいいかなと思います。この半腱腰筋の奥の方だなっていうのを見てもらって、で、腓腹筋内側頭っていうのは、まあ腓腹筋はこう簡単に触れますよね。腓腹筋は膝の後ろを越えてこうやってきますんで、ここと膝の後ろにあるここの筋肉ですね、ここの間っていうのがすごく大事になります。なんで半膜腰筋のあたりをグイッとこうやって押さえた上で、膝をこう曲げたり伸ばしたりっていう風にこうやったりとか、あとはこのまま足首をこう反ったり低屈させたり反ったり低屈させたりなんていう風にすると、ここの半膜腰筋と腓腹筋の間の滑走っていうのを促すことができます。実際にあと腓腹筋内側頭とその下にある滑液包っていうのも痛みの原因になりやすいので、まあ、膝の後ろの内側のとこですねのあたりとかを直接こうやって上下方向にグリグリとかやったりすると、これで結構痛みが楽になるっていう人もいたりするんで、この後ろが痛いっていう風になった場合は、まず半膜腰筋をなんかこんな感じでこうやってグイッ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 ってこう
内側の方に向かってこう滑走させる。滑走させたまま膝を曲げ伸ばししたり、足首を反ったり、手屈させたりっていったこととかをやると結構効果的です。なんでこういったこととかをやってもらえるといいと思います。続いて外側ですね。外側の方は、肩骨の内旋を促すのももちろん大事なんですけど、結構この大腿二頭筋担当を治療すると結構良くなることが多いです。大腿二頭筋担当は、じゃあもう一回膝曲げてもらっていいですかっていうふうになった時に、大腿二頭筋長頭腱がこうやって浮き上がります。で、この長頭腱の外側ですね、のとこにありますんで、はい、下ろしてください。この長頭腱の外側の部分を、こっち方向、膝の方に向かって、グイ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 と結構こうやってほぐします。で、そうすると結構この辺の痛みが楽になったっていう人結構多いので、ここの大腿二頭筋担当自体がやっぱり頸骨外旋方向に引っ張りますんで、ここをほぐしたら頸骨の内旋が促されるっていうのもありますし、なんかやっぱここの辺やっぱしっかりほぐしてあげるとこの痛み楽になったっていう人非常に多いので、この外側が痛かった場合はここをほぐして頸骨の内旋を促すみたいなこととかをやってもらえると結構効果的になりますので、もし膝の後ろが痛いっていう風に言った方いたら試してみてください。今回は膝下部痛の評価治療ルーティンを紹介させていただきました。何かわからないこととかリクエスト等ありましたらコメント欄の方までよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またツイッターもやってますので、ぜひフォローしていただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今うちの会社でメインでやってる授業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方は、これから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。